認知症防止チャンネルの石橋です。今日はですね、睡眠最適化メソッドについてのお話をしていきます。睡眠と月の周期。スイスバーゼル大学のクリスチャン・カヨチェン氏らは睡眠パターンと月のサイクルの関係を調査。その結果ですね、睡眠パターンが月の満ち欠けに影響されているということが分かりました。満月により近い日の眠りは悪いことが判明。新月の時に比べ、満月の時は深く睡眠できるノンレム睡眠に関係する脳の活動が平均 30% を低下し、すっきり眠れなかったと感じる人が多かったと。眠気を誘うホルモンであるメラトニンの量ですね、満月の時は血中1ミリリットル中に4ピコグラム、新月の時ね、要は月がもう隠れてしまっている時なんですけども、 8.2 ピコグラムよりもかなり少ない。さらにですね、メラトニンの量はですね、通常は午後9時と真夜中の間にピークになるんですけども、満月の時はこれが50分ですね、遅くなったと思っております。眠りに落ちる時間もですね、満月の時はそうでない時に比べて5分遅くなって睡眠時間が減り、眠りの質も 15% 低い結果になったという結果になっております。月が満月の時は、太陽、地球、月という位置関係になります。新月の時は太陽、月、地球という流れ、距離感になっていますので、月の重力とかね、そういったものが関係しているのかもしれませんね。ワシントン大学、アルゼンチンのキルメス国立大学およびイェール大学の科学者たちはサイエンスアドバンス誌に発表した論文の中で、人の睡眠サイクルは 29.5 日の月周期の中で振動していると報告しております。満月までの数日間、人々は夜遅く眠り、睡眠時間も短くなる。ウィスコンシン大学のオラシオ・デラ・イグレシア生物学教授が率いる研究チームはですね、アルゼンチン北部の先住民コミュニティから75万人以上が住むシアトルの大学生まで、都市部と農村部の環境において入眠時刻と睡眠時間の両方でこのような変動を観察したと。都市部に住む人ほど顕著ではないんですけども、電気を使えるかどうかに関係なく振動が見られましたよというものです。このパターンがどこにでもあるということは、人間の自然な外日リズムが何らかの形で月の満ち欠けに、同期していると、あるいは同調しているということを示しているかもしれませんねという内容になっています。一般的に人工的な光はですね、私たちが生まれながらに持っている外日時計を特定の方法で狂わせると、デラ・イグレシア教授は言っております。ちょっと余談なんですけども、日本ではですね、太陽暦が用いられるようになったのは明治5年以降ですね。それまでの暦はですね、太陰太陽暦、旧暦というんですけども、月の満ち欠けを基準に構成されてまして、人は月のリズムで生活をしておりました。そして次の話、電磁波の体と睡眠への影響についての話です。電磁波が具体的に我々の体に影響を与えるのか、まだ研究段階ではあるようなんですけども、疫学研究では電子機器との過度の使用と神経系の障害の発生に因果関係を認める報告というものが
出ております。がんの発生率を高めたりとか、アトピー性皮膚炎の罹患や原因不明の難病、そしてアルツハイマー型認知症、そしてうつ、そして糖尿病、高血圧や免疫不全などの危険性を指摘している専門家もいらっしゃいます。そして電磁波過敏症というものもどうでもあるようです。電磁波過敏症はですね、電磁波に過敏なため、身の回りにある微弱な電磁波ですね、これを浴びただけでも頭痛とか、あと嘔吐、吐き気ですね、感じてしまう人々の症状を言います。これはですね、アメリカの医学者ウィリアム・レイ博士によって命名されました。電磁波過敏症の患者の特徴はですね、最初に目、そして皮膚、そして神経に症状が現れてきます。またですね、疲労感やうつを伴う頭痛や短期的な記憶喪失、そして手足のしびれや麻痺が起こっている人もいらっしゃるということ。その他ですね、目が見にくい、痛い、うずく、皮膚が乾燥する、鼻づまり、鼻水、粘膜の乾燥、頭痛や記憶喪失やうつ症状、異常な疲れ、集中力の欠如、呼吸困難、動悸などの症状が確認されているとのことです。日本の食べ物でもあるんですけども、諸外国の電磁波測定ガイドラインの数値よりも実は日本では緩いのが現状となっています。ある条件が整った土地に住むと、繁栄する土地や動物が集まったり植物が非常によく生育する土地というものがあります。そのような土地をイヤシロ地と言います。この言葉はですね、実は古くからありまして、体がですね、有害電磁波から解放されることで呼吸はゆったりし、脳波も安定するため、イヤシロ地は健康状態を保持しやすい快適な空間であるということが分かっております。そしてこの電磁波関連の症状からの予防の観点からですね、家の中に電波と磁場の対策をしてイヤシロ地を作るようにしていきましょう。例えば眠るときはですね、スマホとか Wi-Fi の電源を切ります。そして冷蔵庫や普段稼働している電子機器などから遠ざかる、もしくは遠ざけるね。かつコンセントや家の配電盤は見えていない、壁の中の配線からも電磁波は発生しています。故に1階の天井ですね、には電気配線がありますので、できれば2階ではなく1階で寝る方が、まだその電気の束のね、真上で見えてないので、寝るよりはより予防観点からすると安全かなということになっています。そしてたまにはね、自然の中に体を置き、電子機器もね、持っていかずにね、自然の中に入ってね、そしてアーシングね、するようにしていってみてはいかがでしょうか。本日は動画をご覧いただきありがとうございます。今日の動画が良かったという方は高評価とチャンネルフォローをお願いいたします。